アバイコール・リムジヌは、フランス、ヌーベルイコール・アキテーヌ地域県、ビエンヌ県のコミューン。ビエンヌガーコミューンは、県南東端の農村地帯に位置する。オイル語が優勢な地域の中に伸びた、オック語の地域であり、ここで話される言葉は、もっと北にある村で話される言語とは異なる。コミューンの境界は、古い村落の通りを登っていった路頭の上にあり、この場所は、 ビエンヌ川谷を見下ろしている。村を散策すれば、古い門や中世の住宅を見つけることができる。コミューンは、シャラント県と接しており、オートイコールビエンヌ県ともわずか数キロメートルしか、離れていない。アバイコールリムジヌは、すべての交通の軸から外れており、ポワティエとは65キロメートル、リモージュとは70キロメートル離れている。町の門アバイユは、 フランス革命の進展を歓迎した。従って革命の象徴である自由の木も植えられた。自由の木はこの時代の重要な祭りや行事の行われる場所だった。1793年の封建時代の称号の剥奪や類16世の処刑を記念した行事が開かれた。同じ年、国民公会が革命歴2年版で見える25日に法令を布告した。 王政、封建制、名神を想起させる名称を持つコミューンを招聘し、他の名に変更させることになった。コミューンは、山岳派に敬意を表して、アバイウラモンターニュと改名した。参照元、1962年から1999年までは、複数コミューンに、住所登録をする者の,の重複分を除いたもの。それ以降は、 当該コミューンの人口統計によるもの。1999年まで、イヘス、カジニー、2006年以降 i NSEE。ありがとうございます。